ロールシャッハは、スイス、ザンクトガ連州のロールシャッハ行政区にある、基礎自治体。ボーデン湖の南側に位置する。ロールシャッハ近郊のボーデン湖ロールシャッハは2006年現在、1.8平方キロメートルの面積を持つ。ボーデン湖近辺に位置し、ロールシャッハ行政区の中心都市である。2015年12月31日の時点で、人口は9214人。 人口の歴史的変遷は以下の通りである。2007年の総選挙において、この地域で最も支持を集めたのは、スイス国民党で26.1%を獲得した。ついで、スイス社会民主党、スイスキリスト教民主党などが支持された。ロールシャッハ駅鉄道がロールシャッハとザンクトガレン、ザンクトマルグレーテン、ローマンスホルンをそれぞれ結んでいる。 ラック鉄道のロールシャフハ、ハイデン鉄道はハイデンとの間を結んでおり、1856年にロールシャフハ駅はチューリッヒザンクトガレン鉄道の終点となり、ロールシャフハザンクトガレン鉄道となった。以前はボーデン湖までの電車があったため、フランクフルトやベルリンから列車を変更せずにハイデンまで行くことができた。高速道路 A1 がロールシャッハの南を通っているが、 ジャンクション自体はない。高速道路は西はザンクトガレン、東はザンクトマルグレーテンまで伸びている。ロールシャッハには旅客フェリーが運行する港もある。これらの船は湖畔にあるスイス側の町とドイツ側の町をつないでいる。また多くのハイキングコースがあり、その中にはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つである聖ヤコブの道も含まれている。 ロールシャッハの紋章誌の紋章記述は、グルズ A、ガーブオアビトウィーンツーパーチェスユリナントと表される。アッペンツェルとザンクトガレンの兵が、ロールシャッハの修道院を攻撃する様子。ロールシャッハが初めて歴史に登場するのは850年のことで、当時は、ロースキャシュンと呼ばれていた。947年、オットー一世は、ザンクトガレン修道院の修道院長に、 ロールシャッハで市場の操作や造兵、関税負荷ができる権利を与えた。1489年から1490年にかけて起きたロールシャッハにおける修道院の破壊はザンクトガレン戦争を引き起こした。ザンクトガレン氏との数十年にわたる紛争の末、1480年後半に修道院長は修道院をザンクトガレン氏からロールシャッハに移動する計画を 立て始めた。移動することによって、彼は都市の独立と紛争から逃れることを望んだ。加えて、重要な湖の交易ルートに近づくことで、ロールシャッハを主要な港にし、税金を稼ぐことができるようになった。すると、ザンクトガレン氏とその市長ファルンビューラーは、新しい港ロールシャッハによって貿易ルートがザンクトガレン氏とアッペンツェルを迂回することを恐れた。 こうして彼らは修道院の港を経由して記事を売らざるを得なくなった。ザンクトガレンやアペンツェルの都市は新しい修道院に反対したにもかかわらず、教皇シクストゥス4世の承認と皇帝フリードリヒ3世との長い交渉の末、新しい修道院の祖先が1487年3月21日に付設されることとなった。最初は、 修道院長の計画に単に抗議するのみであったが、それが行き詰まると彼らは修道院への攻撃を計画し始めた。スイス連邦はシュバーベン同盟との間に緊張が走っていたため、介入しては来ないだろうと信じていたからである。1489年7月28日、アッペンツェルの1200人とザンクトガレンの350人の一団が 現在のエッグアーシュリーとの一部に集結し、修道院に更新した。たちまち壁を壊し、見つけたものはすべて燃やした。修道院の備蓄品を飲み、平らげた後、彼らはようやく家に戻った。攻撃のせいで、修道院長は彼がすでに建設に費やした一万三千ガルデンと、さらに家具や備蓄品の代金として三千ガルデンを消費することになった。 修道院の風神は、ザンクトガレンやアッペンツェルの行動に協力的であり、1489年10月21日に、反乱軍と、ウォルドキーチャーバンドを結んだ。修道院長は、その後ザンクトガレンとアッペンツェルに報復するため、数ヶ月間を、スイス連邦の味方から支援を取り付けるのに費やしたが、序盤はほとんど失敗に終わった。味方の四つの州は、概ね修道院長を、 支持していたが、連邦の残りは支持していなかったのであった。しかし、ウォルドキーチャーバンドの創設が連邦を脅かしているというように思われるようになると、連邦のメンバーは、修道院支持へと突き動かされた。1490年1月24日、連邦は4つの州が、ザンクトガレン氏とアッペンツェルを攻撃することを許可した。連合からの部隊に直面し、ボルドキーチャーバンドは、 各集団が防御の準備をするにつれて解体された。2月11日及び12日、スイス同盟軍はザンクトガレン氏を包囲し、2月15日に降伏させた。平和条約によって、ウォルドキーチャーバンドは解散し、修道院長の所領は回復され、破壊された新しい修道院の再建が許可されたが、ザンクトガレン氏に止まることが条件だった。 新しい修道院の再建は1497年に始まり、1518年に竣工した。しかしそれは、ザンクトガレン修道院の行政機関としての役割しか持たず、後に学校になった。パルマ校、エンリコ。ありがとうございます。